今まさに旬の時期を迎えているいちご、今日はグランベリー大地さんにやってきました。今日はここでいちご狩り体験をさせていただきます。それでは早速行ってみましょう。はい、吉原さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずグランベリー大地について教えてください。はい、ここグランベリー大地は日本最大級の空中いちご園でして、まあ、なんといっても魅力なのはリフティング式栽培のこのいちごたちになってます。で、いちごは全9種栽培しておりまして、日によっていろんないちごを食べ比べできるっていうのも最大の特徴です。あと本当に広くて驚いたんですけど、はい、大きさ具体的にどれくらいなんですか？はい、栽培面積は 1.7 ヘクタールになってまして、いちごが植わっているところだけでも、まあ、東京ドーム1個分以上の大きさになってます。はい、ありがとうございます。はい、おすすめの品種教えてください。はい、おすすめの品種はうちの一番人気が天乙女っていう品種になってます。本当この品種は毎年お客さんからの一番人気でして、酸味が非常に少なくて甘みに特化しているような品種になってます。はい、他にもおすすめの品種ありますか？はい、僕のおすすめは弥生姫と茨城酢ですね。ぜひちょっとこれ食べていただけたらと思います。食べていいんですか？はい、ありがとうございます。じゃあぜひ試食、はい、この後させていただきたいと思います。はい、最初に一番人気の天乙女を試食させていただきました。はい、それでは早速天乙女いただきたいと思います。いただきます。うん、とにかく甘いですね。ほとんど酸味は感じなくて、本当に甘さがダイレクトに口の中に伝わってきます。あ、これ甘いからお子様とかにもいいですね。続いて吉原さんおすすめの弥生姫と茨城酢を試食させていただきました。弥生姫いただきたいと思います。いただきます。うん、甘いですね。口の中に入れた瞬間に甘みがパーって広がる感じです。甘いだけじゃなくて少しほんのり酸味もあってとっても美味しいです。でも甘みの方が強いので、甘いのが好きな方とかにはいいかなと思います。美味しいです。はい、じゃあ茨城酢早速試食していきたいと思います。いただきます。うん、いちごの味が濃いですね。これ味がはっきりしてます。いちごの味をしっかり堪能できる、そんないちごですね。なんか味に深みがある感じでとっても美味しいです。はい、こちら直売所やカフェもあるんですよね。はい、そうですね、まあ、本当にうちのいちごを存分に使ったスイーツとか、まあ、ケーキであったりパフェであったり、まあ、もちろんいちごそのものを販売してたりもするんですけど、まあ、カフェグランベリーっていうのがありますので、この後ぜひ来ていただければと思います。いいんですか？はい、ケーキやパフェ、はい、あります。楽しみにしてます。はい、今回は人気のグランベリーパフェを試食させていただきました。はい、グランベリーパフェが運ばれてきました。見てください、たくさんのいちごが乗ってますよ。もう本当にどっさりいちごが乗っていて、もういちごのお花が咲いてるみたいな、そんな感じですね。もうどこから食べるか迷っちゃいますね、こんなにたくさん乗ってると。早速いただきます。とちおとめですね。甘い、甘くてびっくりしました。もう他のところとは全然違うというか、いちご農園ならではのいちごパフェ、本当に新鮮で甘いいちごですね。これたくさん中にも詰まっていて、生クリームにアイスにコーンフレークのようなものと、下にはいちごのソースが入ってるんです。最後までいろんな味が楽しめますよね。うん、スポンジも入ってました。いちごケーキみたいに楽しめますね、これは。うん、グランベリー大地では
他にも園内で採れたイチゴを使ったお土産なども販売されています。皆様、今がイチゴ旬で美味しくて色も良くて楽しむ一番のシーズンですので、ぜひうちまで足をお運びください。お待ちしてます。